18切符。それは日本全国の JR 線どこへでも行ける魔法。その存在は今や鉄道ファンでなくとも知るところとなり、東海道線などの大動脈を駆使して日本全国を駆け回る旅人の数は、もはや地球から見える星の数よりも多いことでしょう。一方で18切符が使いづらいというか、まともに使えない地域も存在します。それが北陸エリア。北陸新幹線が敦賀まで開通し、北陸沿いの主要都市はそれぞれぐっと近くなりましたが、北陸本線や信越本線は採算の都合上並行在来線として JR から切り離されました。言い換えると18切符では乗れなくなりました。それゆえ18切符のみで北陸に向かうのは箸を使ってコーンスープを飲むくらいの難題と化しましたが、唯一 JR のみで北陸に行けるルートがあります。それが高山本線経由。これを乗り通せば北陸地方随一の都市富山までお乗り出ることができるばかりか、特例も駆使すれば上花線、氷見線、七尾線といった北陸本線に連続している路線にも乗り継げます。だったら高山本線を乗り通してその利便性を確かめに行くまでです。ってわけで早朝に東京を飛び出し、高山本線のスタート地点岐阜までやってきました。一応ゲロや高山などの観光地を経由しつつ、三種水面をかける長距離路線だからか、特急もボコスカ走ってる路線なので、それのプレマイキに乗ってしまえば一発なんですが、18切符1枚で乗れるほど世界は甘くない。我々は特急を心の底から羨んでよだれを垂らし、確定地獄に正面を垂らすほかありません。ってわけでまずは普通平古川駅に乗り込むことにしましょう。車両はキハ2号系と言います。 JR 東海ご自慢の機動車。機動車は全国各地何かと安部新になりがちですが、こいつはそんな常識を打破する高級車。内装外装ともに JR 東海でのマジョリティ車両313系相当の設備を誇っています。ロングシートかクロスシートかは車両によって異なり、前面 LED の数を見ればわかります。2つならクロスシート、1つならロングシートですが、今回はまあ行ければ同じです。あと結構混んでて座るのがはばかられたので、ロングもクロスも大差ありません。なんならクロスで座れなかった場合、自分の不運と他人の幸福を呪い始めるだろうし、ロングでちょうどいいです。ってわけで岐阜を出発。ここから平古川までは4時間ほどかかります。つまりこの列車に一連卓上4時間を委ねなくてはなりません。その長さたるやラブホの休憩時間をも凌駕するもの。しかしこの列車がラブホと決定的に違う点は、完遂しても後世には何も残らないところにあります。時間というものは凌駕が溶けるようになくなっていく儚いものなのに、なぜ私はこんな非生産的な修行に何時間も喜んで溶かそうとしているのでしょう。ですが機械を使い倒すように、あるいは機械になりきって生産性ばかり追い求めるのも野暮なもの。何体ととでも何とでも言うがよい。さて高山本線の地理歴史をことこと料理していく前で恐縮ですが、この路線の絶景は岐阜駅を出た直後に早速現れます。それが東海道線との離合。てのも岐阜駅は10年近くかけて高架化されたのですが、何せこの岐阜駅は天下の東海道線様が伏線で二方向に闊歩する一大拠点。それだけ膨大な用地が必要になる以上は、高架化も小分けにして行う必要がありました。だから高山本線は地面に頭を埋めるダチョウのような見てくれで東海道線にヘコヘコひれ伏し、岐阜駅北側にこさえられた仮線に逃げ込んで東海道線の高架化を待ったといいます。で、ひとしきり東海道線の高架化が終わった後、高山本線は東海道線とぬるっと接続できるよう、こんな感じに東海道線に抱かれるスタイルで高架化されたとか言います。この高架化が生んだ高山本線からの壮麗な車窓は万里の頂上を彷彿とさせるもので、まだこれといった絶景を見てもいないのに、後面に広がる車窓には息を呑むばかりです。邪道の楽しみ方ではあると思う。ちなみに東海道線沿いで言うと、神津駅の御殿場線にも似た配線があります。東海道線からしてみれば高山本線は後輩ですが、御殿場線はむしろ先輩か同僚の存在。誰かで構わず抱こうとする東海道線の情欲は公職かどころの騒ぎではございません。まあ普段は言っててもことは進まないので、ひとまず高山本線のアブストラクトだけ。高山本線は伊賀高知をぐりぐりのたくり、岐阜から富山まで向かう約226キロのローカル線。おぞましく長いのにもかかわらず、岐阜県と富山県の2県しか通りません。で、2県の県境付近にある駅を境に、管轄が JR 東海と西日本に分かれており、雰囲気も一気に変わります。そのサンクチュアリとでも言うべき位置にある駅の名前は猪谷。決めつけは良くないといえど、その字面から察するに完膚なきまでに新幹としている駅なのでしょう。まあ実際猪谷の地名の由来はイノシシが多く住む場所だとか、猪谷から転じて水を安さか得られる場所だとかいう説があることから、いずれにしても非常にルーラル極まった由来で、境界駅らしき栄養映画は望むべくもありません。とはいえ輸送段差と鉄道管理局の境界から決めた駅なので文句垂れるのもあれですが、ちなみに名古屋大阪からは JR 東海の特急ヒガが打ち出されてますが、猪谷ですごすごと引き返したところで旅客に対するネグレクト以外の何物でもないので、大多数の便が高山で行き耐えるか富山までご利用しに走るかのどっちかに触れます。一応吹くだけ岐阜県最北端の特急停車駅飛騨古川発着に甘んじる。岐阜県内だけをとことん先っぽまで上下にしごく寸止め手こきマスター列車もいるようですが、そんな高山本線の歴史はせいぜい市民プールよりは深い程度にとどまっており、
1920年に部分開業、34年に全線開通と、敷設の完遂から100年も経ってない若造です。しかし、構想そのものが起こったのは、明治の前半という、かなりの古株路線。最初の構想は1883年、伊庭縦貫鉄道規制同盟会という団体が、高山にて結成されたのです。それもそのはずで、高山と富山の間には、塩や米を運んだ越中街道が走っており、その往来の新規プリタリア、槍沢の世紀くらい活発なものでした。行き交う品々の中でも象徴的なのはブリで、富山湾ご自慢のブリが、街道をわんさか遡上したことから、ブリ街道という二つ名までついたあたりに、街道としての誇りが見えるかと思います。ブリスカトロ。一方で鉄道を望む声は、富山県側にもあったらしいよ。1888年、富山県官房内申書類なる、地域の発展を目指した正式な書類の中で、交通網を整備したいんごねえって考えを表明したのですが、3つ挙げた路線候補の中に、箕面大田から北上して富山に出るルート、行政のみならず、軍事上からも有利じゃね、という旨の表記がありました。そんで、大きな川もないから工事も楽だろう、そういう類の値踏みまでしていました。川には考えが至っているのに、なぜ急峻な山々の方に考えがいかないのか、全く謎なんですが、とにかく、それらの同盟会や書類を皮切りに、陳情合戦は、熾烈を極めるに至りました。そういう具合に、星路線の公爵を垂れ続けた結果、1892年の鉄道敷設法にて、実を結んだのです。ってのも、中央線及び北陸線の連絡線という形で高山本線が記載され、岐阜か松本をスタート地点にして、高山を経由して富山まで行く対抗が定まったのです。スタート地点が岐阜なのはわかるとして、なぜ松本も候補に？と思うかもしれません。この松本始まりのルートは、野麦峠を意識したものだと考えられます。野麦峠といったら、岡谷の製紙工場に向かう工場が、吹雪の中で列をなす、明治時代の光景が浮かぶもの。しかし街道自体は、江戸時代から整備されており、地方を掌握した外観も野麦峠を越えていました。ただ、野麦峠の標高は1672メートル、生半可な態度で越えられるものではありません。そのため旅人は、先ほどすれ違った、キハ7号系にも迫る勢いの、伊賀天走りを披露する必要があったのでした。余談だけどあのキハ7号系、特急車両に収益したキハ8号系相当の走行性能を誇ってるので、スペックだけ見たらベラクソ高いよ。ベラクソ高いんだけど、そもそもの生産目的が伊勢鳥羽地区での競争に打ち勝つためってことを考えると、桑名あたりの単線で近鉄に抜かれがちなので、目的を達成したかはすごい微妙なところです。車体は筋骨隆々なのに、近鉄を前にしてメス行きしてんじゃねえよ。最近になって巻き返しているようですが、その理由は他でもない近鉄の値上げなので、いかにも試合に勝って勝負に負けている感が強い車両です。受けと攻めをはっきりさせないと、私たちも萎えるだろうが。とにかく、近鉄と JR の確執くらい過酷な、野麦峠を越える需要は、確かにそれ相応にあったものですから、松本もピックアップされたのかな、って思います。こうして、鉄道敷設法という訴状に載せられた高山本線ですが、所詮は、まな板の上に乗っけただけなので、まだどうなるか、外目検討がつきません。敷設は一体どうなることでしょうか、ってところまで語ったあたりで小休憩。列車は、濃尾平野を愚直に進み、鏡ヶ原駅に滑り込もうとしています。この鏡ヶ原の読みを聞いた時点で、地名の読みは鏡ヶ原じゃねえよ、鏡原だろと、私の調整ミスをなじる方もいらっしゃると思われます。ですがそもそもこの地名、読み方が樹形図のように多岐にわたっていて、ややこしく、鏡原と読むことさえあるそうで、漏れなく混迷を極めています。なぜこんなカオスが生まれたかというと、この一帯はもともと、カカマと呼ばれていたところ、あたりがクソ緑の野原だったことに、関西訛りの流入が合わさって、鏡野と名乗ったそう。それから江戸にかけて、鏡野原と呼ばれ、明治から昭和には、鏡野原と言われ、1963年に合併からの市政に移った際、鏡ヶ原と呼ぶようになったそうな。こういう具合に、鏡ヶ原の正式名称は、メリーゴーランドのように、ぐるぐる落ち着かない様相を呈していましたが、ぐずぐずしている間にも、鏡ヶ原の周辺は、漏れなく栄えていくわけで、例えば JR の駅は、鏡ヶ原と呼ばれた頃に立ち、それを守り抜いている状況。JR のお隣をべったり並走する名鉄の駅は、市政に合わせてか、読みが一回変わったので、うやうやしく、鏡ヶ原と呼んでいる状況。これだけでもややこしいんですが、漢字にフォーカスを合わせてみると、鏡ヶ原と鏡ヶ原を主催に見比べてみると、かが減ってるのに文字数が変わんない矛盾。そんなの鏡ヶ原のエイトスが許しはしないからか。最近では鏡原という読み方も、そこはかとなく伝播しているとか。でもそこまで言ったら、個人個人の流派な気すらしてきますね。陰形を、チンコと呼ぶか、チンポと呼ぶか、チンチンと呼ぶかみたいな。ちなみに、曲がりなりにも指名の端くれを名乗っている鏡ヶ原駅ですが、乗車人員は鏡ヶ原市内では、ダントツのビリッケツで、雰囲気なんてもう、朝チュンジのベッドくらい歓声です。具体的には、中駅、蘇原駅の半分未満で、年16万人強、日平均440人といったところ、30分に1本の割には心もとないですが、幾多の秘境駅を通ってきた我々からしてみれば、どうにも無性に多いと感じてしまうのは、経験値がバイアスをかけまくってるからでしょうか。トーマス・クーンという科学者、哲学者は、科学って、真理を積み重ねるものやねって常識に対して、いやそういうのって、科学者が勝手に納得してるだけよな、みたいなことを言ったらしいです。さてさて我々旅人は、この、多い気もするという勝手な納得を、鏡ヶ原駅にも押し付けられましょうか。ともかく、鏡ヶ原駅が交通の中心部でないのは事実。
交通の要衝としての雰囲気は次の鵜沼駅周辺の方が色濃いですね。鵜沼はただの主要駅というだけじゃなく、1600年頃には鵜沼宿として発展していたばかりか。それ以前にも織田信長が武田氏を制圧すべく甲州に進んだ時と、徳川秀忠が関ヶ原の戦いに向かおうとした時、わざわざこの鵜沼を経由したとか言います。そんな具合に東方政争の経由地として鵜沼は非常に重宝されてきたようです。なお織田信長はその経由から半年もしないうちに本能寺でこんがり調理されるし、徳川秀忠だって肝心の関ヶ原に遅刻するというそこそこ大規模なやらかしに見舞われたので、もしかしたら鵜沼を通った武将は余すことなく呪われる運命にあるのかもしれません。まあそんなことはどうでもよくって、隣を走る名鉄鏡ヶ原線はこれより JR 駅すぐそばの新鵜沼駅に滑り込みます。名鉄名古屋駅や豊橋駅に迷い込むとちょくちょく新鵜沼駅を見かけるように、新鵜沼駅に出たり入ったりする列車の数は凄まじく、毎時8本を超えることもザラです。その分新鵜沼駅の乗車人員の数は170万人近くを叩き出しているとかなんとか。さすが犬山線経由で名古屋駅がバンバカ打ち出される駅の威力は違います。JR？ まあ44万人いるから奮闘してるんじゃない？そうやって重箱の隅をつつきすぎると卑屈な態度だけが残るようになり、最終的に自分の荒探しに走ってその結果自滅するので、何事もほどほどに。私みたいになりたくなかったら温厚で誠実に生きよう。鵜沼で小休止している間にキハ7号と再びすれ違いました。あの車両、特急車両とローカル車両の中間って立ち位置で開発されたすこぶる強者なやつなので、喉から手が出るほど乗りたいし、喉から尻も出るほど座りたいです。ところで喉から尻が出たら、それって新機軸のスカトロプレイになるんで、冷徹のテリトリーからは逃れましたが、依然として毎時2本の高頻度運転は健在。次の停車駅は坂堀、初見で読めるもんなら読んでみろって具合の鬼畜難読駅名です。その一方で車窓には地名を一別しただけでは読めもしない我々を無論するかのように、悠々と木曽川が流れるような日本ラインと名高い絶景を望めます。ライン川に似ているから日本ラインらしいです。随分ほうけたことをおっしゃるのね。ただ坂堀の読み方に関してはあの絶景に少しだけヒントがあります。手の保機は断崖絶壁を表す古語で、漢字で書くと歩くに危ないって書きます。でこの一帯は木曽川の崖っぷちにあるので、坂の断崖絶壁ってことで坂堀と言い出したとか。ところでこの由来、徳島県の名称である大ボケ小ボケにも少し重なってる部分があります。あっちはその漢字をもってして急峻だという継承を決死の覚悟で鳴らしているというのに、こちらはのうのう乗りと打たれて随分平和に暮らしております。とはいえセメント輸送をクビになった点で多少の辛酸は舐めているようです。からのお次は美濃太田大田線長良川鉄道との乗り換え駅です。市の名前としては美濃加茂市ですが、昭和中期まではここは太田町って名前でした。ですが合併に伴って美濃加茂市が誕生し、駅名がポツリと残ったって経緯ですね。ところで平成の大合併の時もさらにビッグになろうという動きがありました。ただ合併に反対する市民の声があまりに大きく、反対票が賛成票の 1.5 倍になる始末、結局美濃加茂市の合併は叶わずじまいだったのでした。美濃加茂市の合併に奔走した人のことを思うと非常に心が痛みます。どうしたんですか？お前みたいな根っからのクズは本当はそんなことみじんも思ってないだろって。確かに正直者が来賛されるのは認めますけど、全部さらけ出して人生を送るのかえって生きづらくないですか？少しは嘘をついたっていい。例えばこの動画内ではキハ7号に当たりたかったとあれこれ言ってますが、むしろキハ2号が食ってかかってきた方がロングシート地獄だとか好き放題言えるので、私としてはこのキハ2号と言い名付けのような関係性を保っていたかったのです。嘘つきとでも何とでも言え。でも担当直入に切られたらそれはそれでやむので、やっぱり言わないで。ってわけで美濃太田駅を出発。この美濃太田駅の設置場所については2点3点クラクラと揉めたようで、鉄道院の計画としてはもう600メートルほど南西に駅を置く予定だったらしいのですが、駅間で土手を重っきし築くことになるからか、水害の都合上やめてくれと地元民から反発が。当時の総代がワニのごとく道網にしゃしゃり出て停車駅の変更を出願したそうです。それだったら権力を欲しいままにして生意気ですねってオチがつけられていいんですが、拳を振り上げた住民はふと考えました。これただ本能のままに逆張りしても町の首を絞めるだけじゃね。ってわけであの長良川鉄道の車両の塗装のように血が昇りきった頭をキンキンに冷やし、結果猫のように萎縮しながらその申し出を取り下げるに至ったのでした。そうして美濃太田駅の測量買収に入ったわけですが、肝心のフィールドワークに当たっていたエリアは太田から離れた媚び周辺ばっかり。まさに媚びに媚びを売るってな。言うなれば誇り高き美濃太田駅が離れの位置に置かれる可能性もあったということ。だから町民は失意に打ちのめされるばかりか、周辺町村も仮駅の位置関係にひどく同情し、町民ばかりか町村長たちまでもが移住して駅の場所を考え直しませんかと陳情したそう。結果功を奏してあそこになったんですが、ここが美濃太田駅として機能していた別の世界線も考えると身の毛が多少はよだつもの。しかしここまでずっこんばっこん揉められては美濃太田駅もさぞかし大変だったはず。
交換でももう少しうららかに振る舞うものだと思いますけどね。ところで高山線の建設に際しては地元の農家も敷設工事を買って出たといいます。てのも敷設が進んだ1920年頃は戦後恐慌で農家の稼ぎが大幅に下落した時代だから、その穴を埋めてくれる副業として敷設のお手伝いが重宝されてきたといいます。一方、潤沢な元手と陶器熱があるドンランヒューマンは駅前の土地を買い求めてみたそうな。こんな具合に地域住民の暮らしぶりを根っこから変えていった高山本線。そろそろ建設過程の話を再開しましょうか。もう毎時1本未満の秘境ゾーンに突入したので。さて、1892年の鉄道敷設法で予定線の仲間入りを果たした高山本線ですが、鉄道は打ち出の小槌のようにただこねてりゃ勝手に敷かれるものでもなし、この際抜け駆けしたもん勝ちじゃろと高山、岐阜などの住民が私鉄を計画したのです。それが1895年のことで、名前を飛騨鉄道株式会社と言います。社名の通り飛騨地域にウェイトを置いてか、箕面大田から飛騨エリアを縦断してそのまま富山に抜けるというなんともパワータイプな路線でした。でもこういうのって大抵口だけは達者になるケースです。うるさいのは下の口だけにしてくれ。例えば県路線の敷設難易度で言うと、この上浅尾までは大したことないんですが、上浅尾から先の地形は片付け下駄のクローゼットくらい狭苦しく、そればかりか白川口を北に迂回するアンとの誘致合戦も起こったほど、国鉄でさえ測量から完成までに10年かかったのに、これを私鉄が解決することなどできましょうか。ムクムク膨れ上がった野心だけではキツキツなここに入ることなどできないのです。ってわけで、この飛騨鉄道も会社だけは創立したけど、それ以上踏み込んだことはしないままお蔵入りを果たしました。ゲームとか創作とかに出てくる店で冷やかしなら帰ってくれってセリフはよく聞きますが、割とマジでめちゃくちゃ帰ってほしいケースって現実世界にもあったんですね。こうして失敗に終わりつつ別の運動の機嫌を上げるに至った岐阜県の鉄道会社、それから実に10年以上が経った後、富山県側でもぞもぞと動きがあったようです。てのも測量技師が富山県南部を為津津津津品定めしたのです。その好機を果たして富山県側が逃すわけがなく、鉄道が通りそうな越中やつを周辺ではダメ押しとでも言わんばかりに建設しろと騒ぎ、挙句国会に陳情書まで送ってみたりと熱烈なラブコールに奔走したとのことです。ただしこの時県境付近については東回りの猪谷経由ではなく、もっと西側を通しなさいよという運動がふつふつと弱気したといいます。西側ルートを推進した4つの理由のうち2つは物資の豊富さ、軍の連帯の存在という真っ当な理由だったのですが、残り2つは俺らが得するから駅を作るのに必要な金は出しますからという利己主義が見え隠れしているような、随分浅はかな考えを猛プッシュしていたようです。生殺与奪の一人遊びにかまけようとは随分虫のいい話でございます。せめて一人遊びはセーバスをなるだけ以降、富山県は県政の事業として高山本線の着工を恋願ってきました。そういう要望をミルフィーユのように重ねていくこと早いくね。また都内後期が訪れたのは1916年のことでした。当時の鉄道院総裁だった後藤新平が飛騨富山にずけずけと侵入してきたのです。当時の住民からしてみれば鍋を煮ているところにちょうどカムがやってきたようなもの。ここでお茶を濁した挙句鬼も18番茶も出花と言われ、時期尚早と判断されてはいけません。今通っている白川町の特産品がお茶であることも相まって、ってわけでいよいよ色めき立った住民は強い強い請願を重ね、1918年には敷設が決定的なものになりました。これでもわしばら信号場に隣るあのキハ2号のようにやきもきする必要性もないと言いたいところですが、富山側の心にはまだ少しわだかまりがございました。というのも実際に敷設が決まったのは岐阜から高山の区間のみ、高山から富山に鉄道が来る保証はなかったので、ネズミに逃げられた猫のように途方に暮れる可能性すらありました。岐阜側が先になった理由には予算が足りない東海道線につなげるのが先とかがあったのですが、富山県だけあのキハ2号のようにポツネンと取り残されてよいのか。南京放置プレイは富山県の性癖じゃないぞ。ってわけでムカついた富山県の国会議員らが八分くような口論を始めた結果、岐阜から高山の完成までに富山から高山も完成させるという約束を取り付けるに至りました。この高山以北は今後飛越線として工事が進みます。ひえチャンネル登録を解除するなら今のうちだぞ。あ、そもそもしてない？人生の取捨選択がしっかりできている証拠です。えらい。でもここまで見た時点で祠をぶっ壊すのと同じくらいの滞在ではある。とにかく高山線に着手したのですが、戦術したように断崖絶壁ばかりだし、これまた戦術したように上浅尾から飛騨金山のルート争いは熾烈を極めました。さっきはサクッと言っただけなので具体的な運動を追っていきましょうね。高山線のこの部分は東側の白川口を通るか西側の袋坂峠を通るかで、東側は高山出身、西側は郡上出身の代議士がとことんまでつばぜり合いを続けたのでした。ところがちょうどその時別路線として越美線の計画が立ち上がってきたのです。越前と箕面大田を結ぶ予定の越美線、郡上地域も通る以上は人事ではありません。そんなわけで西側ルートを主張した代議士は運動などそっちのけで越美線に続行、結果東側を主張する代議士が無敵になり、そのまま白川口経由に決まったようです。二人きりになったら好き放題イチャコラしやがってよ。
しかし、急角度から裏切られた西側住民は、それでも諦めることなど、到底できず、ポケットマネーで測量を行ったり、半年間東京に滞留して、陳情をしたりと、アガペーもヘッタクレもなく、無謀までの欲をむき出しにして、高山本線を伏線化する暁には、ここを通したいという、静かな野望を抱いているとかなんとか。でも、伏線を離したせいで、運行形態が意味わからんことになっている例が、函館あたりに存在するので、織姫と彦星のように引き離すのではなく、ベタ付けの方が絶対いいと思うんだけどな。織姫と彦星のセックスは誰も見たくないけど、こんな感じの行き違いは見ておきたいでしょ。とにかく工事はまず、岐阜南部を制圧するところから始まり、1920年に鏡ヶ原、21年に箕面大玉で開通。そんで、昭和時代に入ってからは、公園の砂山の両側から穴を掘り合うように、そして沿江の砂田の両側から穴を掘り合うように精力的に、比叡線、高山線の両側から工事が進み、1934年には2人が合体しました。この神朝から焼け石は、飛騨川の崖を伝いつつ、斜め横断が日常茶飯事になるような区間。だから工事中、対岸に向かって移動するときは、高さ20メートルの部分を走るケーブルから吊るされた箱に乗り、向こう岸に固定した綱を手繰り寄せて移動するという、今だったら確実に安全基準に即さないであろう、アスレチックの遊具まがいの構造物まで存在していました。ただ、すべてが修羅の敷設過程というわけでもありません。というのも、ここは曲がりなりにも川なので、とりあえず、川瀬に網を置いておけば、ピチピチ跳ねる鮎が引っかかって、ビニール袋が埋まる程度ならすぐ取れる。自然の厳しさと豊かさが共存する、そんな光景が繰り広げられたといいます。こんなほんわかエピソードを綴ったところで、危険性の和らぎ方など焼け石に水でしょうが、ってわけで焼け石駅を出発。情景を想像するのは難しくない地名だし、実際近くに火打ちなる地名もあってロマンチックなのですが、この地名、単なる焼き畑農業に由来するとの説もあるようです。地名に難癖つけるのもあれですが、字に対するスケールの違いに肩透かしを食らった気分。杭のお豆が濡れてるぞという言葉攻めに対して、それにしてもこのホテルは最高のロケーションですねって返すくらいスケールが違います。そんなスレッカラシの私が引き起こした興ざめムードとは対照的に、高山本線が駆ける区間はいよいよ新山幽谷の趣を強めていきます。特に名高いのが、今駆け抜けている飛騨金山からゲロの区間に広がる中山七里と称される絶景です。七里の名の通り28キロくらいあります。この中山七里は金森長近という人物が交通整備の一環で開削した時に付けられた名前。湾曲を重ねる飛騨川と祈願解析とが作る景色は江戸時代以来旅人の心を引きつけており、数々の紀行文に継承を褒めちぎるフレーズが、それはそれは目白押しといった格好です。この列車も見てくれこそワーカホリック御用達のロングシートですが、実際はかなり行楽ムードの様相を呈しており、車内で牛丼をかっこむ方までおられます。おかげさまで私は香ばしい牛肉の香りに鼻孔をつかれぶっ倒れそうです。ロングシートで牛丼食うな、お前の食卓にお鍋を置くぞと突っかかりたくなりましたが、ふっとこらえてついにゲロに接近。知名度に反してインパクトが強い地名ですが、これは由緒正しさとヒューマンエラーの合わせ技から来たもの。その由来は1300年前、廃法律令の時代です。その頃、五旗七道と称される行政区分並びに交通整備が行われました。で、街道には16キロごとに馬屋と称するデカめの施設が置かれたのでした。そのうちの一つがここに下の泊まりという名前で置かれたといいます。ところで下の泊まりを音読みするとゲルになります。どっかの鉄道好きの総裁が七度見しそうな語感なのは置いときまして、とにかくその馬屋はゲルと読まれ始め、それがなまってゲルと読まれるようになり、そこからゲルという地名が成立したとか言います。この地名の由来を知った以上、ゲロ吐きそう、ゲロだけに、みたいな、3割引きの食パンよりもつまんないダジャレは、今現在言わないことにしましょうね。もうすでに我々は90キロ近く走破して、心もおおらかになったことですし。まだ5分の2なんですか？ゲロ吐きそう、ゲロだけ、ゲロといえば、言わずと知れた温泉郷、江戸時代にはすでに日本三名泉にぶち込まれ、現在では毎年100万人の客がくっちゃねして一夜を明かす、最大規模の観光地へと化しております。それを象徴してか、駅のホーム上には温泉島が鎮座しています。その中央に、どんと腰を下ろしている石碑には、ゲロ温泉が、伝略時代に発見されたこと、それから、徳川幕府の儒学者だった林羅山が、ここは、有馬、草津と並ぶ日本三名泉ですぜ、と言ったことが掘られています。ですが、年季の入り方と古めかしい時代のおかげで、三名泉にふさわしい独花井戸を誇っており、この湯に手をつけた者のうち、一体何人が、先ほどの文章をまともに読んだかは、疲弊の確定ムードと、気楽な行楽ムードから、安易に想像ができてしまうものです。そんなゲロ駅ホームの休憩スポット、たかが手湯だと侮るなかれ、この手湯から湧き出る温泉は、源泉そのものです。しかもゲロ温泉では、温泉を安定したものにすべく、源泉を集中管理しています。だからホーム上のこれは言うなれば、旅館で湧き出ているものと売り二つ。だからこの温泉も、とても気持ちいいもので。ちょっと待って、やかましいかも。これそっけなく手を浸してるように見えるけど、普通に50度くらいあるんですよ。それが夏ともなると、暑いとまでいかずとも、やかましいぐらいの温度感になります。とはいえ、残りの高山本線も、この温泉パワーで乗り切れるはず。早いところ戻りましょうね。岐阜からかれこれ2時間乗ってきたので、もう富山は近いはずですし。あと4時間以上かかるの？ゲロ吐きゲロで一気に降りたので、ここからはゆっくり座ります。
なんか一気に行楽ムードが消え失せて、鈍行修行の際の河原へと雰囲気が変わった気がします。言うなれば、動物園でペンギンを見ていた我々が、次の展示物はお前でございますとか言われて、出し抜けに鏡を出されて、自分の姿をまじまじと見つめる羽目になる。いわば、ほとんど自分との勝負へと、もつれ込んでおります。もう、ゲロの源泉を給水するように急急と、一心不乱に乗り続ける、ここからはその勝負。ちなみに、勝っても何もありません。むしろ、金の代わりに時間を浪費する、自己満足を貪る、ならず者の烙印を押されるだけです。でも、ここまで来て泊まれるものか、ゲロを出発。ところでゲロには、現在の安穏としたムードの裏に、温泉郷として壊滅的な被害を受けた過去があります。てのも、ゲロ温泉の源泉は、飛騨川の河原からポコポコ出ているため、河原に温泉をあつらえたり、お湯を汲み上げて、客に提供したりといった、文化祭の露店よりも可愛らしい佇まいで、和気あいあいとした営業に興じていたとか、それが、江戸時代の頃の話、だったのですが、その頃から飛騨川の洪水が、徐々に激しさを増してきました。これが何を示すかというと、河川敷沿いの源泉も丸ごと押し流され、その都度温泉が壊滅的な被害を受け、苦労して復旧させても、また濁流に飲まれ、って具合で、元の木阿弥のモグラ叩きのごとき、苦心惨憺のオンパレードとなったのでした。特に地獄絵図となったのが、1896年の大洪水。1876年くらいに掘り当てて以来、唯一使われ続け、年500人のわずかな当地客をつなぎ止めた源泉が、完膚なきまでに行方不明になり、いよいよ八方塞がりになりかけたのでした。以来、20年ほど這いつくばるように、温泉を探し続け、ボーリング作業まで持ち出すことになりました。ようやく掘り当てたのは1919年、水深25メートルのところにお湯を見つけたのでした。一応ポンプを据え付ければ、温泉の開業に持っていくことはできますが、さしたる電力もないし、源泉一つじゃ心もとないし、でも、資金も底をついているしで、しこって寝て明日を迎える以上の体力は到底なかったのでした。その救世主となったのが、主に名古屋、要因は主に2つあります。まず、一つは、名古屋から来た資本家が、ボーリング調査や旅館経営に乗り出したこと。もう一つは、高山本線が開業したこと。ゲロまでの開通は1930年です。それも、ただ戯れに列車を走らせるんじゃなくて、今の名鉄にあたる名義鉄道とタッグを組んだのが、特筆すべき点。名古屋からゲロに向かうまで、岐阜経由だと4時間を要していたところ、名義鉄道の力を借りれば2時間強で行けるようになったので、すこぶる大きな強みになりました。しかも、廉価グレードの仮想特急ではございません。白目抜きながら確定に乗ってるお前が言うのって話ですが、その特急は全国でも珍しいどころか、今でも稀に見る畳敷きの列車でした。そればかりか、特急に乗れば旅館で使えるクーポン申請、という、今だったら宿泊予約サイトがこぞって使いそうな切り札を90年前から出していたとか、いずれにせよゲロ温泉のルネサンスにはあらゆるドラマが渦巻いていたようです。名鉄直通の特急は今どうなったか？鵜沼駅の連絡線がぶっ潰されたので直通も減ったくれもありませんが、それに現在は岐阜経由の飛騨川でさえ名古屋から1時間半あればゲロに着くし、ってわけで上路に到着。地名の由来はゲロと似てるので省略。上路でおしっこジョロロというダジャレが許されるのは小学2年生までです。で、ここでも特急との待ち合わせ。高山本線は目が回るような本数が走る特急街道ですので、さっきみたいな行き違い列車の待ち合わせもかなりの高頻度で起こるもの。小休止を挟むたびにアンチエイジングの逆をやっている気分になります。ですが、アンチエイジングの逆を遂行することは自然の摂理であり人間の使命でもあり、そういう人生の空虚さを受け入れる包容力をこの修行を通じて鍛えるべきだというものです。アルベールカミュだって人生は不条理で意味もないと考えたけど、人間はその不条理を受け入れながらも反抗すべきだと唱えたことだし、いろいろ言いましたが、飛騨大阪駅に到着。御嶽山の麓にある駅ということもあって、駅舎には丸太がふんだんに用いられており、北欧にこさえられたロッジのような遮断な作りをしています。これは本筋とは全く関係ないんだけど、山小屋って聞くと裸で温め合う情景が思い浮かぶよね。その裸で温め合ったカップルよろしく。飛騨大阪の駅舎も息が長いようで、あの駅舎は開業以来90年ほど建て替えがされてないとかなんとか、つまり今なお現々にやってるものですから、飛騨大阪駅もお盛んってわけでございます。東京都とほぼ同じ面積の自治体高山市にズケズケと踏み込んだ後、渚、小久野とポンポン止まっていき、次飛騨一宮です。5文字以上になると狂気を走る癖は、313系でもキハ25でもスズメ100までなんとやらという具合に癖として染みついているようです。でも二段表記になったら和の一文字くらい入るでしょう。で、ここから飛騨一宮までの間で全長2キロほどある宮トンネルに潜り込みます。この区間は断層が豊畑にも連なるばかりか、風化や腐食もありのフルコースだったこともあり、工事の効率を限界まで上げるべく当時としては最新鋭の機械を動員。しかも大半は国境橋のメッカにもなっている上越線の清水トンネルに使われたものを借用してきたそう。そうしてひなびた定食屋の白米の量くらいてんこ盛りの機械を持って工事を進めたおかげで、安全対策も相まって死亡事故はゼロに終わったばかりか、予定していた工期より9ヶ月も短い期間で終わったそう。本来なら難工事になろうところを難なく終える高山本線は質実剛健がよく似合います。そのトンネルを抜けると一気に20パーミルの勾配と雫の輪郭のような急カーブで飛騨一宮に向けて一気に下ります。というか、下っていることを感じるほどです。
かつてデイビッド・ヒュームは経験から人間の真羅万象を考えようとしましたが、なるほど、心臓破りの20パーミルの坂を回想する感じは確かに経験しないとわからないものです。それとここから川の様子も変わって井田川ではなく宮川に沿うようになります。この川は富山県内では神通川と称して富山湾へとじりじり迫る川になるので、高山本線の旅にもわずかに終わりが見えてきた気がしないでもないところ。ってわけで日が一宮に到着、例に漏れず列車の交換を待ちわびております。へへ、高山本線での待ち合わせの多さを見るとナイーブになっちゃうけど、ガバーナ方形とか貝合わせとかの多さを見るとおナイーブになっちゃうよね。あっそうだ、この日が一宮駅では日田山脈の麓らしく20キロほど森林軌道が伸びており、国有林を切り出しては運んでいたようです。ただカンカンたる様子で淡々と資材を運ぶのも儚くも簡単の夢に終わったようで、20年かそこらで森林軌道は廃止になりトラック輸送に切り替わった過去があるとか。高山近辺の軌道情勢は拙く虚しく何とも身につまされる思いですけど、こちとら岐阜から地獄旅の道筋を3時間半命からがらで高山に接近し、やっと路線名をここに来て回収できたぞという感動が席を切ったように溢れ出て、割とマジで冗談抜きで森林軌道どころではなくなっております。とにもかくにも年400万人規模の観光客を抱える高山に到着。ところで高山駅舎は2016年までは嘘みたいに小ぶりな面構えで、上空を走る自由通路などなく地下道で改札とホームとを往来するものでした。それもそのはずで高山駅の建設時に見積もった乗降客の数はたったの200人。ところが蓋を開けてみると昭和の後半には1日4000人、今でも1日2000人以上が使うそれ相応の主要駅となっております。そのための玄関口として妙々たる駅舎に建て替えたい、そんな思惑から建てられたのがこの新しい高山駅舎です。無論闇雲に楼閣を作り上げたのではなく、内装には日田産のヒノキがふんだんに使われているばかりか、高山の出汁や屋台に関係する道具や小物がガン首揃えて立ち並びます。さすが屋台が絡む高山のお祭りが無形文化財に登録されているだけのことはあります。ただし西側出口は祭りの雰囲気を感じさせぬカラカラのスカンピンっぷりを見せます。ですがこの駅舎の改修はむしろ西側の改革が肝、駅線路が街をぶった切るケースはよくあるもので、旧高山駅舎もその例に漏れませんでした。その東側と西側をつなげて分断された地域をつなげよう、バランスよく都市計画を紡いでいこうと新駅舎では出口が東西に作られたのです。確かに東側と西側の繁栄2つのバランスは何者にも変えがたく大事です。倍釣りも両方の父のバランスあってこそですものね。こんな綺麗事を吐いておいてあれですが、ホテル飲食店は東側に集中してるんで、私も右へ習えと言わんばかりに東側でレトロなラーメンをすすってきました。地元のフードが根付いた大衆食堂って感じのところで心も胃袋も満たされました。東京からはるばる12時間列車に乗ってきて初めて旅行らしいことをした気がします。高山の伝統的な街並みに残る格子をイメージしたという東口の駅舎から再び鈍行修行をストイックに続けていきます。次は17時51分発の井の谷行き、富山県の県境まで距離を詰めるように前進していきます。余談なんですけどこの改札2016年製の駅舎の割になんか変ですよね。なんか変の4文字だけに反応すんな、雨穴さんのパロディではない、緩和9台、これね有人改札のみになってるんです。というのも高山本線の特急に乗り込む人のうち3割近くを外国人観光客が占めているとのこと。それで混乱を招かないようにあえて自動改札を置かなかったらしいです。だとしたら外国人の改札事情も相当舐められたもんだと思うんですが、その事情も飛騨牛よろしく牛飲馬食の精神でとことん飲んでくれって精神なのでしょうかね。そんなこと言ってたら折り返し井の谷行きのキハ2号がやってきましたね。座席ははい、ロングシートだ、終わった。終わったとか言いましたが、これパフォーマンスで言ってるだけです。実際掛け心地はしっぱりしたホールド感で意外と苦にならないもんだよ。じゃあ何がきついかっていうと内装が変わらんってことが問題でして、クロスシート車両がもし仮に来ればいくらかの進捗を肌で感じることができるのですが、まだ岐阜県すら出ていないというのも相まって完全に進捗ダメですモードに入ってます。この際キハ2号を友人として抱擁するほかないのでしょうか。されど我が脳裏に一点のキハ2号を憎む心、今日までも残れりけり。とにかく日本に何十個あるかもわからん小京都のうちの一高山駅を飛び立ちます。ところで高山の観光地としての人気は国鉄時代には嬉しい悲鳴として現れたようで、1970年のディスカバーキャンペーンで高山市が一躍脚光を浴びたのはいいんですが、ネットもない時代だからでしょうか、無鉄砲に旅行計画を立てる者も多く、緑の窓口に押しかけた旅行客から当日の帰りの指定席の切符をよこせという注文がとりわけ繁忙期にはひっきりなしに飛び交ったといいます。しかし繁忙期の当日から予定を組み始めて悠々自適に帰ろうなど考えが甘ったるい。旅行計画ってのは飛騨の若株漬けを冬に向けて作るように入念な準備がいるもの。ってわけで切符を出せないという観光地特有のケースにも複数回見舞われたそうです。ちなみに平日には自由席が空いているという案内をすることもあったのですが、背に腹は変えられぬ、着席保証は何者にも変えられぬという具合で指定席をねだる人もいたそう。
疑心暗鬼と怠慢で生きている様は、その辺のインターネット中毒と同じなのに、元気さの空回りをフルスロットルでやらかしているあたりに、高山駅の頭痛が垣間見えます。あと、宿も取らずに列車に乗り込んで、宿はないかと、車内で懇願する人もいたそう。だから、高山本線の売り上げは、その点でも莫大だったと言いますが、なんていうか。旅行って、もしかして、そのくらいフリーダムにやるべきなのかしら？高山盆地を北上し、伊田国府駅を飛び立ちます。曲がりなりにも国府と名乗っているんで、中心地だった可能性もあるし、河原とか土器とかもボコボコ出てきたのですが、もはやそれも指示島となり、普通列車しか止まらない、閑静な駅へと化けました。あんだけ国府と銘打っておきながら、その姿勢は釣り垢です。釣り垢の時じゃ抜けないからな。でもプロフィール写真だけはエロいので抜け。伊田古川に到着。高山市は縦断する分には常識的な長さなので、すでに通り抜けて、こちら飛騨市でございます。ここでは、地元のコシヒカリが可愛いのか、世界一美味しいお米が育つ、という肩書きを引っ提げているよう。どうやら、米、食味分析鑑定コンクール、国際大会という、それなりに名声のある選手権において、岐阜県全体で、新潟以上の頻度で金賞を得るという快進撃を遂げているから、こう吹聴してるとか。こうしてみると、飛騨牛しかり、高山、ゲロといった観光地しかり、岐阜県内には、一級品が非常に多くて惚れ惚れします。ついでに、売り込み文句の作り方も一級品です。あと、高山本線の修行も一級品です。ずっと同じ車両に乗っていると、じわじわと前後不覚に襲われてきて、ソクラテスの質問攻めに合うような、反響欄の思いで座席に身を委ねるこの感覚。このままだと狂うから、今のうちに何か書くか。書いた。ってことで、昔日の帰省本線を思い出してきました。肯定的には、あそこまでハードではないとはいえ、気が狂いそうで、逆に楽しくなってきたなこれ。あと、完全に言い忘れたし今更感あるんですが、今回は18切符を使ってます。一応言っとくと、このキハ2号は、高山本線向けにテイラーされた両車両です。どのあたりが両車両かっていうと、まず台車が異常かどうかを検知してくれるところ。台車の振動から異常を検知して、故障を早期発見してくれる優れものなのです。言うなれば、パリ首のように重要な部分に対して、人一倍敏感になったわけです。ちなみにこのシステムは、東海道新幹線 N700 の A 以降にも使われているので、東海道新幹線もクールな見た目をしておきながら、中身は陰乱敏感列車だったわけです。これだけじゃなくて、改善点はもう一つあります。てのも、ロングシートのキハ2号は、走る区間が山間部。だから舐めてかかると、人間の分際で鹿に大激突をします。しかも、鹿を引いた物理的なたたりにより、列車の前面が砕けるということもあり、被害を出さずに鹿を弾き出せないかと、閣下総用の毎日でした。そこで、キハ2号にバンパーを取り付けて、鹿にお帰りいただくよう願ったのでした。つまり、ドカッとやられても、再起不能にならず、妖艶に柔和に振る舞うお姉さんキャラですね。いや、お姉さんキャラをも通り越して、雪女さながらでございます。だって、雪には結構強くなった路線なので、てのも、飛騨高地の北東部に位置するここは、指折りの豪雪地帯。だから、豪雪関連の設備については、着工当初から、鬼の形相で整えたばかりか、橋梁やトンネルなどをあまねく駆使して、雪から、意地でも車両を守ろうとしたのですが、あろうことか、雪のダメージを低減するはずの橋梁が、あらゆる諸悪の根源になったのでした。その関南新区は、高山本線が全通する前、飛越線の富山から坂上が開通する1933年から、初年度だけでも、吹き溜まりで立ち往生した列車を救うべく出動した機関車が、積雪で座標がぶっ壊れた橋梁に差し掛かって、脱線した後、川まで転げ落ちる事故が発生。他、積雪で橋梁が壊されたり、そのため、雪の上を徒歩で連絡させたり、って感じで、初年度だけで累計365回、雪による、大小様々な被害が降りかかってきたそう。とにかくデスマーチを続けてられるかってことで、一旦、猪谷から坂上の運転を中止。そんで、あらゆる柵や防雪裏の、ファミレスの期間限定のパフェのように、ごてごてに持った結果、ごく稀に豪雪に伴う倒木こそあれど、最初期のような甚大な被害は、最近は皆無。さながら、飛騨市の木であるブナのように、屈強でタフな路線へと生まれ変わりました。そういう躍進から、育成層を経て、主に、1980年頃、高山本線を電化しないか、という私が、千里を走りました。理由は主に2つ。1つは、ゲロや高山、日本ラインに国定、国立公園など、彦摩呂が観光の玉手箱やと吐き捨てそうなほど、観光資源に飽食の限りを尽くしている点。もう1つは、岐阜から美濃太田が、名古屋の50キロ圏として隷属している点。首輪をつけてなおのこと服従させる意味でも、輸送量アップにつなげられる電化は大事でした。言うなれば、三角路線を三角木馬のように、刺激的で高速プレーな高速路線にしたかったのです。ただ、1990年、いいニュースと悪いニュースが、高山本線に舞い込んできました。いいニュースは、高山本線の最高時速が、85キロから110キロに引き上げられた上で、キハ8号というチートクラスの機動車が、特急飛騨の座を独占するようになったので、電化と大差ないくらいの成果を出せる、そのくらいの速達性が保証されました。じゃあ電化する必要ねえじゃん。ってわけで、電化は先送り、それが悪いニュースになったのです。どのローカル線にも必ず1団体はいる、まともに乗ってるかもわかんない、促進関連の会の方々は、これでもかと、電化や伏線化を叫んでいらっしゃるようですが、すでに粒揃いの車両が入っている以上、伏線化はともかく、電化までやる必要性は謎です。
その車両と命運を共にしてきましたが、いよいよ次が終点の稲谷ということで、ネクロフォビアが震え上がるような満身創痍の旅人を乗せた列車ともお別れのようです。私としても気が狂う一歩手前で、絶賛沸騰中の味噌汁くらいまずい状況になりかけてたので、疲れと喜びと楽しさがない混ぜになったものが竜の雄たけびのように一気に押し寄せてきた感じで、やりきったぞという情念が胸の奥にときめいております。マット山まであと乗り換え1回あるんだけど、稲谷に到着です。ここから JR 西日本の管轄となるので、駅としては確実に大立物の部類なはずだし、実際2006年までは国鉄神岡線を引き継いだ神岡鉄道線なる山石がここから南東にある奥飛騨温泉口まで伸びており、乗り換え駅として旧大店の活躍を見せていたようです。しかしあたりはイノシシがマジで出そうな闇の中で、まるで黄泉の国の B 面のような雰囲気です。ちなみに小説家の森見富彦氏は夜行という小説で稲谷駅を描写しているのですが、その本にはまるで世界の果てみたいな静けさで、本当にこんなところで降りて大丈夫なんだろうかと綴られています。それを誇張と霊笑するのは簡単ですが、しかしこの稲谷駅からは乗り換え駅の風貌を微塵も感じさせぬ山間部特有の孤高な空気が漂っており、なるほど、確かにこれは微塵たりとも誇張ではない、そんな雰囲気がひしひしと感じられました。ちなみに稲谷駅の立地については、敷設前は嘘みたいに狭かったのですが、車庫、電車台、給水タンクや大量の線路を置いたり、神岡鉱山との物資輸送を円滑にしたりすべく、わざわざ山の斜面を切ってまで平坦な用地を確保したとか言います。そういう山あいならではの事情もあって、そもそも発展を望むことがお門違い。これ以上言うのはやめますか。お次は JR 西日本の車両、キハ120と称する軽快機動車ですね。軽快といえば聞こえはいいですが、その実態はドンキホーテでさえ叩き売りしそうなほど安不審、花から採算が取れそうもない廃線寸前の路線にぶち込まれるような、一度配属されると多分墓場まで一蓮托生、 JR 西日本界のタナトスとでも言うべき車両です。いよいよ廃線までついて回るぞという魂胆か、最近になって座席や色調が一新され、稲谷なんで散々聞いてきた音と同じようなドアチャイムまで新設されるという徹底っぷり。京阪神地区特有の尖った性格を持たぬ軽快というか鈍重なキハ120ですが、とにかく JR 西日本区間に入ったことは揺るがぬ事実。富山までの50分弱気張っていきましょう。そういえば稲谷駅の位置については、こんな偏僻な場所ではなくて、もう少し北の片掛けという場所に置いてくれという運動があったとか、実際その周辺は金持ちの集落がひしめいていたので全体的に追い風ムードだったのですが、片掛けはすぐ北に長台トンネルがある上に、そもそもの勾配がきついという場所でした。そこを変えようったって無理が通れば通りが引っ込もうもの、栗に通せば童貞が引っ込もうもの。そういうわけで運動もおのずと沈静化し、稲谷駅に場所が決まったとか言います。その反面、ニレハラ駅は至って平穏で、ソルフェジオ周波数よりも安らぐ来歴を辿っているわけがないんですが、そりゃ、てのもニレハラ駅は集落の南端に位置しているばかりか、ホームと駅舎との高低差が21メートルもあるといい、1967年頃まで日本一の高低差を誇っていたとか、普通、こんなキモい駅の置き方はしないはずですが、これも運動の泥沼化に伴って置かれたもの。元来、もう500メートルくらい北側に、ニレハラの駅を置こうとしていたのですが、それに対して南側にあるイオリ谷という集落から猛烈な反対意見があったのでした。このイオリ谷という集落は石灰が取れるとか峠越えが大変とかいう理由を持ち出して、あの手この手で駅の設置を叶えんとした集落ですが、ついにその夢をつかみ取れずに終わった場所でした。それで選ばれたのがニレハラでしたが、イオリ谷はそんな棚ぼたにひどく嫉妬しておりました。そこでニレハラの中心部に対して、左折からたった4キロの場所に駅を置くな、近すぎるだろと近親相関アンチを糧にひたむきに喧嘩を売ったのです。言うほど近いか。とにかく猛反発を繰り広げる両集落に対して、なんとか第二子が眺めに行った結果、ニレハラの中でも、イオリ谷寄りという謎に寂れた位置に駅が作られたといいます。こうも、中途半端な処置を施されては、一体誰が得したのか、まるでわからないんですが、人間って、誰かが得してるのが許せない、俺が損をするなら、お前も損しろっていう、不幸の連鎖を好む性格が根底にあるから、それが駅位置によって示されただけなのかもな。こういうの、スパイト行動って言うんでしたっけ。とにかく笹津駅に到着。これまでの大逸な山々の間を縫う光景とは打って変わって、一気に富山平野に躍り出ます。その富山平野を愚直に北上して、南富山方面に伸びる富山地方鉄道笹津線もかつてはこの笹津駅から伸びていたんですが、並行する国道の整備やら自動車の普及やらに伴い、1年ごとに 5% ずつ乗客が減る悪循環に加え、定期利用者数が多すぎるせいで儲からない割に、ラッシュ時の設備投資だけは膨大という、1970年代ともなると利益をついばむマムシのような路線だったようです。で、この頃の地鉄は経営赤字にがんじがらめを食らっており、抜本的な改革に迫られた時期。そこで劣等生の笹津線には犠牲になってもらおうとしたのでした。廃止のことは町にはしっかり説明が行ったのですが、忌まわの際というタイミングで紡績会社と揉めまして、それが敷島紡績って会社で、専用線を通じて笹津線とつながっていたのですが、それが廃線になったらいよいよ八方塞がりです。
だから貨物の取り扱いを最寄りの笹津駅にしたい会社とキャパに余裕がある富山駅にしたい国鉄で争った末、貨物の江戸セトラは国鉄笹津駅に託す形となり、そのまま私鉄の笹津線は息を引き取ったとか。どの道笹津駅の貨物扱いはほどなくして廃止になるので不毛な争いだったんだけど、とにかくそういう紛糾があった笹津を出て再び神通川を飛び越えます。神通川で思い起こされるのがカドミウムによる痛い痛い病、患者が痛い痛いと訴えることから付けられた名称はキャッチーさがかえって末恐ろしさを感じさせます。ちなみにカドミウムを垂れ流した神岡鉱山は現在は採掘という第一線からは退いて素粒子の一部たるニュートリノの研究をする装置スーパー神岡ンデと命運を共にしているので、落とし前は公害裁判という一時のみならず後世までしっかりつける気でいるようです。越中野郎、越中八尾駅に向かうべく高山本線は進路を西にとっております。ところで富山県内の高山本線のルートはゆるーく S 字を描いています。でもよく考えたら別に S 字を描く必要性とかないはずです。なんなら神通川という大河川を2回渡る羽目になるからなおのこと避けたいはずです。じゃあ一体何が高山本線を西側に引っ張ったかというと、これもまた誘致の賜物。そもそも高山本線は鉄道員の考えでは富山を出たらまっすぐ南に伸びる予定でした。っていうか南に伸びる以外の選択肢ないだろ。木をてらって精神するぜとかいうクラスの上系みたいなムーブはしなくていいから。しかしそんな目論見なぞ神通川の向こうに住む八尾町の住民は許しませんでした。だから政治家を含めて猛烈な誘致運動が起こったのは県を待たないもの。そればかりか浅野長太郎なる実業家までも早星駅の設置を叫び西ルートを支持したほど。その浅野長太郎は持っていた土地のうち約10ヘクタールを使って工場を誘致したほどなので、鉄道に対する背筋の伸ばし方は並大抵のものではございません。でもそこまで行くとインディングレーじゃね。とにかくホタルイカのように高校と輝く富山県民の眼差しに鉄道員も気をされたか、富山県内の高山本線はこんな具合に S 字を描くようになったのでした。さすが鉄道政策ガチ勢たる富山県のやることは一味も二味も違いますね。いずれにせよ敷かれた貴重なレールは自治体からは非常に重宝されています。それを象徴するのが府中宇坂駅。この駅は2008年高山本線の利用を促す一環で増便のついでに臨時駅として開業したもの。富山市が直々に整備費やロータリーに計1億900万円かけておきながら試験的に3年営業したら終了という儚い駅になる予定だったのですが、1日140人のノルマを超えていたからか、それとも後に引けない程度の大金を注いだからか、富山市とかが懇願し臨時駅としての命を3年延長、そういう歩みをたどりながらも通勤通学客にもてはやされたおかげで2014年頃に常設化されて正式な駅の一員となりました。つまり高山本線に一生尽くして縛られるという陰謀を刻印されたというわけでございます。駅名もなんかエロいし。ちなみに府中の由来はもともとここが寧郡という地域の中心部にあり、かつさらなる発展を望むという意味で府中と名付けられたとのことです。鬼の首を取ったようにエロいと言ってた自分がなんか恥ずかしくなってきたな。とにもかくにも西富山駅を出れば、岐阜から6時間半を超える戦いを繰り広げついに終点の富山にたどり着きました。ちなみにこれでもめちゃくちゃスムーズに進んだ方です。場合によっては稲谷に2時間幽閉されることもあるので、それがなかったのは幸い。その稲谷に向けて別のキハ120がたった今富山駅を経ったようです。あの列車からひょいひょい乗り継げば今日中に美濃大田までの各駅に行けるのですが、ここから高山本線という長期線にもらえる18キッパーの数も表情も良いとして知れません。あ、18キップで思い出したんですが、この富山からさらに特例を使って JR としては離れ小島になっている七尾線、氷見線、城花線に乗り継げます。高山本線という魔境の先にある2回の乗り換えを味わいたくてたまらないプロフェッショナル旅人の皆様はぜひお試しあれ。ま、とにかく雄大な景色を見ながら北陸に赴ける高山本線、目的地を富山に定める際にはぜひ乗ってみてくださいませ。北陸三セクト新幹線のありがたみが心の底からわかりますから。私はさっさと白エビ天丼食いたいので、こんな動画なんか終わってやります。また証拠りもなくお会いしましょう。さようなら。